はい、こんにちは、まめと申します。棺桶時計の動く夜、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、本当のね、おじいちゃん、本当のおじいちゃんがやっと見れるようですね。悪魔さんがこの時計が記憶しているおじいちゃんの記憶を見せてくれるということで、誰だろうこの女性、すごく懐かしい演奏する人だ。若いん？いや、今日のから、今日は体の調子は大丈夫かい？君の演奏は久しぶりに聞いたよ。うふふ、今日は調子がとてもいいんです。まるで指が勝手に踊り出すみたい。いい音色だ。今弾いてる曲の名前は何て言うんだい？すごく優しいメロディーじゃないか。名前なんてありませんよ。ただ気ままに弾いているだけなのですから。相変わらず君の演奏は、演奏の腕前は一流だよ。こんな人と結婚できて、僕は世界一の幸せ者だ。なんたって君の演奏を独り占めできるんだからね。褒めすぎですよ。私はそんな大した、人ではありません。基礎だって習ったわけでもありませんし、上には上がいます。プロの人から見ればまだまだです。僕も幼い頃からピアノを弾き続けてきた。他のどんな人よりも上手に演奏できる自信があった。だけど君に会ってから、その自信は見事に打ち砕かれたよ。才能の差に嫉妬すらする。僕は君の足元にも及ばない。あなたの演奏は、私のと違い、たくましさ、正気があります。あなたの演奏にはちゃんと、あなたの良さが入ってますよ。どちらが上だなんて、そんなこと比べること自体間違っていると私は思います。たくましさか。僕の曲に入っているのは、醜い堅実欲。小心者の野心だけさ。僕は音楽が好きだったんじゃない。音楽を演奏して人から褒められるのが好きだった。褒められるために難しい曲にも挑み、派手な作曲もした。とにかく目立って自分の存在をアピールしたかったんだ。欲のためにコンサートもどんどん出たし、作曲もいっぱいした。もっと目立ちたかったので音楽評論家みたいな真似もした。そして情けないことに、いつしか金のことだけしか考えられなくなってしまっていたんだ。私は音楽評論家が大嫌いです。重箱の隅をつつくように、悪いところを必死になって探して点数をつけて比べることに何の意味があるというのです。人の心を踏みにじってお金をもらうなんて哀れすぎます。そう、僕はいつからか気づかないうちに汚れていた。演奏にも汚れたオーラが伝わっていたのだろうね。人が離れていった。曲のファンだった人も減っていったよ。どんなに曲を作ろうとしても、欲まみれの曲しか作れない。何よりも、目立ちたがり屋だった僕は、誰からも相手にされなくなり、絶望した。そんな時に、君の演奏と出会えたんだ。ずっと空き家だったお隣さんから、ピアノの音が聞こえてきた。はじめはいつもの癖で、批判をするために耳を澄ましていたよ。だけど君の演奏を聞いていたら、そんな汚い心が痛み出した。ピアノを弾くのが楽しくて楽しくてしょうがない。そんな気持ちがこっちにも伝わってきたからだ。音楽っていうのは、音を楽しむって書くんですよ。知らなかったんですか？ピアノを弾けば、海にも花畑にも宇宙にも行けますし、空だって自由に飛び回れます。君の演奏を心底尊敬するよ。ピアノの演奏を聞いて泣いたのは、多分あの時が初めてだったんじゃないかと思う。僕は君のことを人脈をフルに使って調べたよ。しかし、そんなすごい演奏を奏でられるというのに、誰も君のことを知らないという。当然ですよ。だって私は家の中でしかピアノを弾きませんもの。表立った行動は何一つできませんでしたからね。君は毎日同じ時間に演奏を始めた。僕はその演奏を聴き終えると、今度はこっちも負けずにと似たような曲を演奏して対抗した。最初は対抗心だけだったけど、1ヶ月も続けると実力の差に気づかされて、自分の小ささを知ることができた。対抗心は妬みから尊敬へと変化し、最後には恋となった。そしてそんな僕の演奏も変わっていった。
君の演奏が好きで好きでしょうがない。毎日この時間が何よりも待ち遠しい。そういう気持ちを込めてピアノを弾くようになった。ちゃんと伝わってましたよ。だからお返しもしました。あなたの演奏はちょっとだけ怖いです。もう少し優しく弾いてください。優しくしてくださいと演奏に込めました。お互い会ったこともない人と演奏で会話をするなんて洒落たもんだな。だけど言葉を交わすよりも十分に相手の気持ちが伝わってきた。言葉じゃ伝えられない感情も音楽を通してならいとも簡単に共有できた。まるでデートをしているみたいでしたわね。少し拗ねてみせればご機嫌を取りに走るんですから。本当に楽しいものです。私は幸せ者です。幼い頃から目が見えず外にも出られなかったからピアノを弾くだけの人生しか過ごすことができません、できずにいました。それをあなたが変えてくれました。私には他人の人が、他の人が普通にできることができません。外を散歩することすらかなわない。演奏で気は紛れますがずっと孤独でした。死にたくなるほど孤独でした。そんな私のピアノの世界にあなたが入り込みました。今まで一人だったものが二人となりとてもドキドキしたのを覚えています。目の見えない私にとってあなたは初めて会った光でした。僕らは結婚し子供も生まれこうして一緒に幸せな家庭を築いている。僕も作曲家としてようやく自信を取り戻せつつある。それなのにどうしてこれからじゃないか。そんなに悲しまないでください。大丈夫、私がいなくなってもあなたならやっていけますよ。あなたの音楽はとても優しくなりました。きっとうまくいくと信じています。余命3ヶ月といえども私は今までの人生を十分に幸せに過ごすことができました。これも全部あなたのおかげなんです。本当にありがとうございます。何か僕にしてほしいことはないか。君がしてほしいことは何でもする。それじゃあ一つだけ、すごいわがままな約束ですがお願いできますか。約束する、言ってくれ。私宛てのラブレターを作り続けてください。ラブレターを。目の見えない私にとってあなたの弾くメロディーこそが文字であり曲こそが一通のラブレターです。どうか私のために愛を込めて全力で作曲を続けてください。死んだ人間は魂だけの存在となり生前の記憶をすべて洗い流され別の人として生まれ変わると教わりました。私が魂だけとなり全ての記憶を洗い流されたとしてもあなたの演奏は覚えていられる自信があります。それほどまでに魂に深く染み込んでいるのですから、ちょっとやそっとじゃ洗い流せませんよ。私は来世でもあなたに会いたい。だけど私はあなたの顔を見ても思い出せない。だからあなたの演奏した曲で思い出させてほしいのです。生まれ変わった私へのラブレター、約束してくれますか。分かった、約束しよう。僕はこれから作るすべての曲に君への思いを込める。生まれ変わった君にも伝わるように全力の愛を込める。君がどこにいても届くように僕は世界中に伝わる曲を作ってみせる。約束だ。だから来世でもまた会おう。ありがとう。そういうことだったんだ。あんたのじいちゃんが作曲していた理由わかったかい。亡くなった祖父へのラブレターというわけですね。なるほど、私には続きを作れないわけだ。で、これからあんたはどうするよ。じいさんの残した未完成の曲、完成させるかい？人のラブレターに過失する趣味って趣味はないよ。残念だけど、
続きを作ることは諦める。ああ、残念。10年挑み続けた目標がなくなっちゃった。そうかい。でもま、それも正解の一つだ。いいんじゃないか。だけど、代わりにやらなきゃいけないことができた。お、いいね。どんなものだい？聞いてやるから言ってみろ。これだけたくさんのラブレターをもらったんだもの。きちんと心を込めて返事をしないとね。おいおい、お前に当てたラブレターじゃないんだろ。気を使って返事なんてしなくてもいいんじゃないか。私宛てだよ。だからそれもあんたのじいさんが妻に宛てたもの。元い妻の生まれ変わりの誰かさん、誰かさんのために宛てたものだぞ。聞いてなかったのか。だから私宛てだって。え、おいおいおい、ちょっと待て。もしかしてあんた、まさかあんたが嘘だろう。私が魂だけとなり、すべての記憶を洗い流されたとしても、あなたの演奏は覚えていられる自信があります。それほどまでに魂に深く染み込んでいるのですから。そっとやちょっとじゃ洗い流せませんよ。まことか、それは。さっきの過去を見て、ようやく思い出せたよ。まさか、生まれ変わったというのか、自分の孫に。ずっと。と疑問に思ってた。どうして祖父の音楽は私をこんなにも魅了するのだろう。どうしてピアノを弾くだけで祖父と一緒にいる感覚に浸ることができるのだろうってね。答えは簡単。私の魂にずっと染み込んでいたからなんだね。前世からずっと薄れることなく。そんなことがあり得るのか。ねえ悪魔さん、一つだけお願いがあるの。なんだ。今から私はこのピアノで一曲だけ演奏する。全身全霊を込めて。ラブレターのお返しをね。その曲が終わったら私の前世の記憶を消してほしいの。なぜだ。ようやく思い出したんだろう。普通はそんな奇跡絶対に起き得ない。なんで前世の記憶を粗末にするんだ。私はマリー。ちょっと可愛い普通の女の子。将来の夢は祖父のような作曲家。今さら自己紹介か。私の人生は私のもの。前世の私はたくさんのラブレターをもらって十分に満たされた。だからもう休ませてあげたいの。本当にいいのかい。もちろん。わかった。お望み通り演奏が終わったら前世の記憶を消してやるよ。じゃあ弾いていきますか。それでは聴いてください。一世一代のコンサート、十周期のあなたに送るラブレターのお返しです。お返事だった。そして終わりました。なんか本当に毎回素敵お話を作られますね。いやー、なんとマリンちゃんがおじいちゃんの妻の、なんだろう、生まれ変わりじゃないけどだったとは誰も思いませんでしたよね。びっくらしました。そして魔女さんには騙されましたね。おじいちゃんがサイコパスと思っちゃった。最近本当に涙腺の崩壊がひどい。滑舌の崩壊もひどいね。失礼しました。激感動しましたね。もう本当におじいちゃんの作りかけの曲はね、おばあちゃんへのラブレターだったなんて。ジンネコゴリラの皆様。全てのプレイヤーと素材提供者の皆様に感謝を込めて。あ、出たニコニコ。じゃあこれをトゥルーエンド、カンオケ時計の動く夜、10周期のあなたに
素敵でお話でした。本当に本当にありがとうございます。起きなさい、マリン。マリン。ママかな？ああ。うん？ああ、お母さんお帰りなさい。まったく、こんなところで寝ちゃって、一人だからってきちんとしないとダメじゃない。ごめんなさい。なんだか寝ちゃってたみたい。すごく長い夢を見ていた気がする。とにかく顔洗ってきなさい。まったくしっかりしてきたと思ってたけど、まだまだ子供ね。あー、もうこれで、しかも時計もちゃんと止まってる。どんな夢を見ていたんだったっけな。辛かったり悲しかったり楽しかったり寂しかったりしたのは覚えているけど、具体的には何も思い出せないよ。確か昨日夜になって時計が鳴ったから様子を見に来たんだけど、そこから先のことが思い出せない。なんだか忘れちゃいけないことを忘れてる気がする。ねえ時計さん、あなたは何が起きたか知ってる？って止まってる時計に話しかけても無駄だよね。お母さんの言う通り、早く顔を洗ってさっぱりしてこよう。夢なんてそんなもん、雲のように形を変えてなくなる。あんまり気にしない方がいいかもね。それよりこの感覚を作曲に活かせないかと考えないと。バック、バック、どうした？で、あれ？ん？進んでるってこと？時計が動いた？あ、思い出した。消されてはないんだ。鍵盤濡れてる。私はマリン。ちょっと可愛い普通の女の子。将来の夢はおじいちゃんおばあちゃんを超える作曲家。まったく焼けるよ。だけど負けないよ私。二人の孫だもん。さ、顔を洗ってこないとね。健全な肉体に健全な音楽が宿る。私なりに頑張っていきましょう。わあ、終わったー。じゃあ、ニコニコはおまけ編っていうことにしたいと思います。ということで、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。もう本当に本当に素敵作品をありがとうございます。ではまた次回お会いいたしましょう。ではバイチー。